異変の有無を確認しましょう。数々の小さな異変も大きな目で見れば同じ原因ということもありますから。痕跡を発見しました。これは記録にないものですね。この痕跡、異様な力強さを感じますね。数々の小さなうねりが集まって、とても大きなうねりへとなる。今はまさにその時という予感がします。まさかあの痕跡は？いえ、やはりと言うべきかも。よう、見てみろよ。ネルギガンテの痕跡だ。お前をかきたてているものは何だ？面白くなってきたぞ。違うな。これは調査どころじゃねえな。だよな。ここはお前に任せる。後で落ち合おう。輝く推薦軍が出てきたぞ。俺の出番はない。
Thank you.
さすがだな。探索を終えて帰還するぞ。駆け足。朗報だ。ネルギ…朗報？朗報？奴が現れたということは、狙う相手がいるということだ。さーて、奴は何を狙っているんだろうな。それに加え、各地で古竜の痕跡が見つかった。五騎団の調査で分かったことだ。それも、様々な種類の古竜。大変なことになってきましたね。地殻変動調査の進展はいかがですか？順調よ。新大陸、渡りの地の両方で、あらゆる変動の場所を洗い出しているわ。歌が聞こえる場所も、手分けして探している。こちらも早々に結果が出せそうだ。この調子で調べていけば、大いなる存在の居場所を突き止められそうですね。そこで、私から五騎団に頼みがある。新たに活動を始めた古竜たちからも、かの存在につながる情報が得られるかもしれない。今はとにかく、情報が欲しい。各地で古竜の調査を依頼したいんだ。先輩、どうしましょう？自然現象と古竜は結びつきが深い。俺も古竜の調査に賛成だ。決まりですね。早速、手分けして調べます。おい！俺は大団長はいつも通りで。しゃあ任せろ。よし、それじゃあみんな無事戻ってこよう。古竜が活発化しています。探索やフリークエストで行ってみましょうか。